在日米国大使館はアメリカ合衆国が日本に設置している大使館で東京都港区赤坂1丁目10番5号に位置するアメリカ合衆国連邦政府を代表して隣接する霞ヶ関地区に集中する日本国政府の中央省庁などと交渉や情報収集を主要業務とし近年は在日米軍再編問題 BSE に起因する 米国産牛肉の輸入問題、アメリカ文化の普及活動、アメリカ観光を促進するため、米国各地の観光局や企業の圧旋も行っている。札幌、大阪、神戸、那覇、福岡の領事館とともに、アメリカ合衆国の市民権を所持する者の,の支援や、米国を訪問する外国人へ詐称の発見など領事業務を行っている。米国内で提訴された、 民事訴訟の証言録手を日本で行う場合、日本法の弁護士法第72条は、これをアメリカ大使館で実施するとしている。宿舎は六本木二丁目に立法体を積み重ねたような外観のタワー型三棟とコテージがある。年に2回、例年5月のバザールと8から9月頃のフレンドシップデーに一般開放される。 アメリカ大使館職員住宅中日アメリカ大使は、ウィリアムカイ・ハガティが2019年7月22日に退任したために現在は空席であり、主席講師のジョセフ・ヤングが臨時代理大使を務めている。大使館の敷地は日本の国有地であるが、その賃貸料を1998年以降払っておらず、他国に比べて賃貸料が格安である。 中日英国大使館の3万5000平米の賃貸料は3500万円年である。アメリカが後1896年に交わした契約文書では年間の時代が400円と当時の貨幣価値でも得点に近い額となっていた。時代にそぐわなくなったとして1939年に外務省と大倉省が値上げ交渉を開始、戦争を挟んで 話し合いが続いたが、軽賃貸契約か所有権かという点で主張が対立。長らく時代409円の時代が続いた。1974年に大使館の建て替えを契機にアメリカ側が譲歩して改定交渉が妥結、過去5年間に遡って年間の時代を63万円とすることが決定した。その後も値上げ交渉が続けられたが、アメリカ側は引き続き、 明治時代の文書を引き合いに出し、値上げの規定はなく、大幅な値上げには応じられないと支払いを拒否するようになった。しかし最初の滞納の時効を控えた2007年12月10日に段階的な引き上げで合意し、米側は同日までに10年分の借地料7000万円を支払った。今回の合意で1998から2007年分は年700万円とし、 以後2008から2012年は年1000万円、2013から2027年は年1500万円に引き上げた。米国以外も英国などが国有地を沈借しているが、借地料を滞納した例はない。中日アメリカ合衆国大使館の東側に霊南坂があり、アメリカ大使館の異名として通用した時代もある。霊南坂は、 赤坂一丁目と虎ノ門二丁目の境界を南西に上る坂道で西側はアメリカ大使館東側はホテル大倉東京と大倉集古館である坂上一帯の旧町名は赤坂クレ南坂町で旧レ南ナン坂町は1917年に タツノキンゴが、旧京街道を建築した霊南坂教会がある。坂名は、江戸時代の初めに、徳川家康、秀忠、家光と三代にわたる将軍に尊敬された層の、霊南が、赤坂ため池の南大に寺を創建して居住した、霊南安による。後に、霊南安は、幕府が一帯を武家地に変更したことから、柴田金な移転して、東禅寺と改称した。 高輪東前寺は幕末、英国の仮公使館として使われた。ありがとうございます。